はい、えー、今日はあー、まあ、大阪偽金庫事件をやります。えー、夜間金偽夜間金庫事件なんですが、えー、っとなぜこれをやることにしたかっていうと、まあ、最近あの、いろろな、まあまあまあ、今、さっきやってないんだけどね、まあ、事件の、まあ、考察とかやってたんですけど、まあ、全部不幸なことばっかりなんですよ。誰かが行方不明になったとか、ですね、誰かが殺されたとかですね、そういうのばっかりでした。であで あのー、たまたまこれたまたま今日ね銀行行ったらね銀行にお金をねおろしに行ったんですけどまあ夜間金庫ってのがパッと目に入ったんですよちらっと。で <laughs> 夜間金庫ってああいついえば昔偽夜間金庫事件ってのあったなあなんて思ってですね <laughs> あれどんなやつだっけねあちょっと調べてたら、えー、これ意外にあのー。 誰も損をしておらず、誰も傷ついてないっていう事件だったので、たまにはこういう事件もいいんじゃないかということで、えー、扱ってみました。で、大阪に、偽金庫人件って何かっていうと、1973年の、えー、2月25日ですね、三和銀行阪急梅田北支店の夜間金庫が偽金庫に誘導されまして、夜間金庫が故障してますっていう張り紙が貼ってあって、 で、皆さん、利用者が、その、張り紙通り、偽金庫の方に誘導されて、偽金庫の方に現金を突っ込んでたということで、現金が盗まれかけたという事件が起きたわけですね。うん、で、うんとね、当時、60人ぐらい利用者がいたんですよ。で、何人目だ、7人目か68人目だったかな、店主さんが、まあ、まあ、まあ、この、二金庫の方にお金を入れようとしたら、詰まったと。 あれみたいな。<laughs> なんで詰まるんだみたいなのがあって、ガンガンやってたら、外れたんだと。偽銀行がガランと外れた、ドアが、偽銀行がぶっ壊れて、下の方からぶっ壊れちゃって、下の方から現金の入った袋が出てきたと。<laughs> なんだこりゃってことで。で、トイレで警備員さんに電話して、そしたら警,警察も駆けつけて、事件が発覚するというですね。えっ、ー、と、この当時のこの、 時点で2576万円がすでに投入されたって、えー、何もしてないければこの2576万円がそっから盗まれてた可能性があります。で、えー、だから1973年の2576万円って言うといくら現在で価値で直すと多分おそらく7000万ぐらいじゃないかなと私は思ってるわけでございますが、まあ今は物価が当時と違うから今ねうんでこの後にですね。 えー、大丸デパート強事件っての起きるんです5月にでこれも同一犯人じゃないかっても言われてるんですがこれに関しては5月1日に3000万円を要求する脅迫状が大丸デパートに届いたと。で まあ、3000円も用意しないと、デパートで事件を起こすぞっていう風な脅迫状があったんですが、大丸デパートはそれをまあ無視してたと。そしたら大丸デパートじゃねえ、あの、総合デパートの方で5月4日、放火事件が発生します。え、店舗、売り屋、売り、うん売り場の中布団か中に火つけられて燃えるっていう事件があって、で、ほんまやって言って、大丸デパートが慌てふためいて警察に通報するわけで。で、警察と相談の上、 犯人の要求通り3000万を用意して、えー、犯人の要求通りそり三宮の神戸の三宮の地下駐車場,場,場にあった乗用車のトランクに現金を入れたんですねそれ以降犯人との連絡がパタッて途絶えるわけですただそれまでは多分公衆電話かなんかで多分おそらくあのー、指示はあったと思うんでけど公衆電話じゃないんだけど多分それならまあ指示はあったと思うんですけどうん 犯人がだから要するにパッタイ犯人との連絡が途絶えるってことは犯人がこの現金の受け渡し現場には来なかったと警察が張ってたにもかかわらず来なかったということでありましてで後で警察がこの調べるんです車をそしたらトランクに仕掛けがしてあって多分トランクポコンと開けた時にあのトランクが下がベニヤ板だったからなんだこのベニヤ板ってなって で、なんかガチャガチャ調べてたらトランクの蓋をバンって閉めると衝撃でトラン下のベニヤ板が外れるようになってますトランクを閉めるとトランクの底が抜けましてベニヤ板がポンと抜けて現金の入ったバッグが下に落ちるという仕組みになってたとでカバンには釣り糸がついてあって手元にピーって引ける仕組みになってたということで、うんえー、そういうなんか仕掛けがしてあったと下からスイッチみたいなき。あのき えあったと仕掛けがあったんですけど、犯人は取りに来なかったということで、これも未遂に終わっていますと。2、うんはい、世金庫なんですが、まあ、詳しく説明しますと、えー、世紀あいや本当の夜間金庫のところに貼ってあった貼り紙はこれなんですよ。合流をぬかえさ、ー、まへ、えーカリ、カニのお、これ読めないんだよな、カ,カニの汚損事故なのか、おそ折れる事故、積損事故。 関,あ関係の積損事項により、投入開閉不能となりましたので、誠にご足労ですが、当銀行専用通用口のは仮金庫までお回りくださいって、こ地図が弱座が書いてあるとか、3和銀行ってご丁寧に書いてあるわけですね。 うん、で、これがまたなんかね、カツジで書いてあったんですよ、これが。えー、で、だからカツジで書いてあったから皆さん信用しちゃったんですね、これね。お、なんだ、夜間金庫ぶっ壊れたのかって。なんやんってね。んめんどくさいわーとか言いながら、みんな強い口で回ったと。そうと、強い口で回ると、こう夜間金庫が置いてあったと。でうん、ここには毎度ありがとうございます。鍵は不要です。 そのままおいでください。投入後、右のレバーを下方にいっぱい押してください。レシートが出ます。本当はここにはもう、レシートは必ず持ち帰ってくださいみたいなのが書いてあったんだけど、でこうレバーが割って、でこうピシッてして、レバーをバーンって引くと、ここからレシートがしょろって出てくる仕組みになって、だからみんな死じ落ちちゃったんだよ。た俺ってレシートって言ってもね、多分その、おそらくね、日付と <laughs>、多分日付と、 下に3話っていう文字が書いてあったから、これんこれまた信用しちゃったわけね。つまり、この時に,夜間に仮の金庫を使いましたよっていうなんか証明書みたいなのものだと思って、選手の皆さんがガチャって押しちゃって、これかちっちゃい紙切れを見たいなの持ってったんだと思うんですけど。で、またこれが恐ろしいのがね、夜間金庫ってここにね、プラスチックでね、窓があるあの書いてあるんだよ、夜間金庫って看板が。でね、夜間金庫のところの奥に、 蛍光灯が入ってあって、もやーって光ってたんですって。光ってたから、これまた使用しちゃうわけですよ。で、ここに投入口があったんで、これが、投入口があるんですけど、これがどう見てもアパートの郵便受けの、あ,のあれがを流用したものであったと。つまりあのこ、ここ、お金をばはんってやると、この中扉がカシャンカシャンってなって、あの中に入るっていう。 アパートかマンションの郵便受けです。郵便受けってドアについて郵便受けってあれあれの、あれをそのままこっちに持ってきちゃった感じ。これくっつけたんでしょうね、頭の中にね。です。で、ベニヤ板製で表面にステンレス板が貼ってあったと。だから、まあ、もう貼ったから見たら金属製に見えたんで、うん。で、幅が1メーター、高さ2.1メーターぐらいだったということであります。で、これがね、2つ折りにして,にして運べるようにしてあって、 だから、ここに何か実際に湿煙が入ってたんですね。で、二つ折りで畳むと、えー、1メーターの1メーター五ミー、1.05メーターのコンパクトな正方形になるから、持ち運びがしやすいということであります。で、現場がですね、梅田地下三番街で、これで地下街なんだよね。これ、水屋間近郊実験の現場って、地下街なんだよ。なおせらこれが反抗しやすかったんだろうなと思ってるんですけど、当時2月25日はね、あの、給料日が、 あってその最初の日曜日だったから、あのー、売上金が結構どこの飲食店さんもそうだし、まあ、いろんな商売さん差別業さんは結構みんなお金でバンバン使うから売り上げがいっぱいあったからで、えー、その日を狙ったんじゃねえかって言われてるんですけどでその現場が三和銀行ここなんですね。で夜間銀行はここにあるんです。 で通用口ってここにあるんですけど、で大体の逆図だとね、ここになんかこの辺、逆図だとね、ここになんかどうもここになんか夜間金庫を仕掛けてありましたよみたいな風な感じの、えー、やつは見かけるんですけど、これ Google ググのストリートビューで今見ると違うような気がするんだよ、ね、でこれなんか違うんだよね。これ奥の 奥まったところに設置しちゃったんじゃないかと私思ってるので今、Google のストリートビュー、皆さん、梅田地下3番街見てみてくださいあの。あの、梅田駅の北側に、あの、新阪急ホテルっていうのがありますから、新阪急ホテルのところに川沿いを持ってって、あの、手近な地下入り口のところからああ、あの、あの、なんか、ストリートビューの人形みたいなのを誘導して、あの見れば、多分これ、地下が見れますんで。 皆さん見てみてください。そうするとね、三和銀行って今ね、え三菱 UFJ 銀行ってなってます。こっち向こう側に SMBC 銀行になってますけどで、その UFJ 銀行の夜間金庫は今で建材なんですよ。で、入り口もここにあるんですけど、この東大に通用口があるんですけど、これ通用口の扉ってかなり奥まったところにあるんですよ。 だから多分イメージでは通りに見えた場所に設置してあったと思われてますが実際にはかなり奥まった場所にあったと思われますだからあのだから俺思ったのに偽金庫夜間金庫事件ってニュースになった時になんでこれあの設置するとこ誰も見てないんだろうっていう謎があったんだよ。 曲がれないでも、まあ、2つ折りに畳んだとしても、これなんか現場で組み立てれば、高さ2メーター二2.1メーターぐらいの大,物大きいものになるわけだから、でもな大,きこう大きいものなわけでしょ。で、こう、こうなんか、なんかこれ曲がれば蛍光灯が入ってますから、後ろには必ずなんかバッテリーか電池がは置いてあって、配線が繋いであって、ぼんやって光るような仕組みになってたわけで。うん でいからベニヤ板とか表面でステンレスで板張ってますからもうなんか金属製見,見た目は金属製みたいなものを設置してるだから通りに見えたとことここんなもの設置してたら目撃者が絶対いるはずなんだよね。 あれ三和銀, <laughs> 銀行さん何してはるんやろうみたいなさ、あれ三和銀行さん何してはるんやろって、なんなんかなんかなんか偉いものなんか設置してあるけどなんなんやあれって思ってねって夜間銀行やって,ってえ何夜間銀行すあねこんなとこに夜間銀行設置して何するんだっ,って思ってるので、えなんか夜間銀行壊れたんかなとかって,って、ね、なんか,なんかみんななんか見てるはずなんでだって大阪の 梅田だよだって日曜日の夜だって結構一通りあるんでしょ11時11時,11時11時11時だとしてもだだからなんでこうお元気しる人がいねえんだろうなと思ったらこんなだから奥まったところでやってたからだと思うんだよ奥まったところ奥のところ奥まったところに水金庫設置してたから気がつかないわだって通用口なんか見ねえもんだって横で警戒なしかしないで急いで帰宅急いでるからそんなんね で、ここ真っ暗だったらしいって、通常口真っ暗だったらしいって、ほんでね、あのー、電気ついてないもん。<laughs> こうだって、従業員かにが出入りする時は電気ついてるけど、多分、行員が全員出払ったらこう電気消してるはずだから真っ暗なはずなんだよで。暗闇の中で作業してたと思うんだよ、これ。で、実際、偽金庫に来た人はみんな真っここ真っ暗で、真っ暗で、ね、 だったとでここ夜間金庫ってなんかもやぼやーって光ってたから「あー夜間ここなんだこん,こんなこんなとこなんねや」とか言いながら「いや」と思ってって何も疑わずにボコンって入れてたんですよ。 で、なんかで、で、暗がりの中でこれ見てたんで、ね、な,んなんか、なんか、なんや、めんどくさいなーって、ことやってみんなのレバーバーって引いて、レジットもらって帰ってたっていうね。えー、だから、この結構、この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 ,この夜間金庫のぼやっとした傾向と流れで、この、この、この、のこの書いてるものを読んで、えー、そのり入り、金入れて、みんな帰ってったっていうことなんで、 ありますだから目撃,目撃者がいないっていうのはこれこれこれ、こういうことだったんだろうなと思います。で、続いてですね、犯人像なんですけども、えー、まずね、私がこの事件を思って犯人像をもうまあ割り出してみましたけど、まずね、相当に暇人であることがまず間違いないです。暇人です。かなり暇なそうです、これ。 で、警察は工務店か看板屋を疑って、まあで、ベニューエタとか加工してるから、あとス,テンレスネデス,スネタとか加工してるから、これ工務店の仕業だろうっていうことで、あと看板、ほら、あの、看板、巧妙の看板を作ってから看板用の仕業ではねえかっていうことで、ここ工務店とか看板屋を疑ってですね、捜査をしまして、大阪府区の同業種の指紋を全部押さえて、証拠したんですけど、全部ヒットしなかったと。 例えば工務店に勤めてるやつの従業員さん、看板屋の従業員さんみんなしなみつぶしで回って、指紋取ってきて、それ一個ずつみんな、あの、この、この、偽金庫のベニヤ板についてた指紋と照合するんだけど、全部ヒ,ヒットしてなかったわけで。だから、工務店とか看板屋の人はこ、これで消えたんです。はい、で、次には、金には困ってない <laughs>。っていうね、実は金にはこの人は困ってないんですよ。で、金に困ってる人の犯行ではないんですよ、これだって。 なんでかって余計な金がかかってるるわけですこれ作るために金に困ってやったんだろうって皆さん短絡的に考えますけどこれ偽金庫を作るために相当な金かかってんですよこれ実はベニヤ板買ってくるのもそうだけどベニヤ板をかでベニヤ板買ってきて自分家でまあだからそれで自分家で加工する日曜大工のいをふりして加工してたかもしれないんだけど いろんな材料かかってないけど、ベニヤ板で。一番いのはステンレス板です。これが一番高いと思います。ステンレスの板が一番高いと思います。当時、うーん、結構下とも、なんかこう、なんか多分、当時からあったかな、あれ。ホームセンターみたいなやつ。あったかな。高いよ、ステンレス板って。うん。あと、蛍光灯ね。 と蛍光灯とソケットと配線、あとバッテリーもしくは電池かもしれませんが、この夜間金であと夜間金庫っていうプラスチックの板で。夜間金庫って文字書かなきゃなんねいからそれ、それもありますあの。夜間金庫っていうところの,あのプラスチックの窓ですねあの。その、そこの奥に蛍光灯仕掛けて光らせてたわけですから、だからよ材料費が結構かかってんだよ、これ結構。 人生金庫作るんですよあ郵便受けのもう作んなきゃなんないし多分あれ,あれも多分買ってきたと思うよ郵便受けってあれだけをドア,ドアについてる郵便受けっていうのをあのこうこのパカンパカンつけるやつも買ってきてるから相当金かかってんねこれ作るために、うん、だから金には困ってないんですよこれでこんだけのものを用意する資金があるやつの反抗ですから金には困ってないんです であとはこんな偽金庫やトランクの仕掛けを考えてとあえ、ね、あの要するに大丸の事件ね,トラ,ンクねトランクをだ車のトランクの底を抜いてだなそこねベニヤ板を置いてだなトラ,トランクの蓋を閉めた,た瞬間に 床のペンヤ板が抜けて中の現金が床の下に地面にボンと落ちるっていうわけの分かんない仕組みを考えるぐらいだとしたらだえー、はっきり言うけど強盗やった方がよっぽど楽早いんですよこれこんなかこんなこと考えて多分大丸のトランクのやつは多分多分どっかで実験してたと思うよ絶対これ、うん、あの一回リ予行演習としてリハーサルしてたと思うよどっかのどっかで。 ななんかバッグみたい紙くず入れたバッグ持ってきてトランクに置いてトランクの蓋バーンって閉めたらちゃんと下のベニヤ板が落ちてその現金入れるバッグがバサッて下に落ちるかそ,そしてちゃんと釣り糸がセッティングされるかどうかっていうのはちゃんときちんとやってたと思うんだけどそんなことまでやるそんなことやってる余裕があるんだからこの人は絶対金に困ってないんだよ別にうんそんそなに。 急に切羽詰まってるようじゃないです。でも強盗する気がなかった、勇気がなかったからもしれませんが、そしたらそれなりにまた別の方法があったろうと <laughs> あの。盗むんだったら別に。うん。うん。盗むんだったら別に。別な方法があったと思いますよ。もっと。短絡的に。 置き引きなんか一番楽でしょだって。<laughs> 置き引きとかね、ひったくりの方がよっぽどまだ、どう強盗する、銀行に包丁持って金出せって言う勇気がなかったら、置き引きひったくりが,が一番やりやすいわけですよ。楽でしょこれの方が。うん、でも、やって、彼はやってないんです。で、うん。で、あの人3番目が、えー、夜間金庫を利用者か設置業者だ だから偽夜間金庫っていう発想はもう夜間金庫を使,っと使う人じゃないと思いつかない犯行なんですよやっぱり。だって普通の人間にとっては夜間金庫って馴染みがないですから、うん、ないんですよ。その発想がかないわけですで夜間金庫をしょっちゅう使ってる人じゃないとこういう発想湧かないわけなんです。 で夜間金庫を使いそうって言ったらやっぱり飲食夜まで遅くまでやってる飲食店とか、えーまあ、ぱ店個人店とかですね業者は買っいませんけど個人の店とかですね、えー、ですで売上金を生産して夜間金銀庫に預けられるために夜間金庫を利用するっていう人が多いのでありますからた、えー、<laughs> だからこれ使わそうじゃないとこの反則は出てこないです。 と、総合的に考えますと、どういうことかっていうと、これ、ただいたたらだ,だったのではないかということになるわけです。単なる。あのつまり、犯人は金を盗むか、さらさらないんですで。なんでかって、そもそも奥行きの狭い場所に薬丸金庫を設置したのだから、だったら、本当に金盗む気であったらば、えー、10人ぐらい利用者が出たあたりで、一旦回収してるはずなんですよ、この人は。 目だってここ真っ暗なんだからここ真っ暗なん暗闇なんだから何やってたら構わないわけでしょ。10人ぐらいよえあの、まあ、利用者が入ってきたからあ外といっぱいになるなと思ったらその都度その都度や夜間金庫をパカッと開けてあの現金をあのわさ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 って言って,つってまた夜間金庫元に戻して現金を持ち運ぶっていう作業を。 やればかかったじゃないですか大きい袋持ってって、もうゴミ袋で何に入れて、えー、で、持っていくみたいなのをやってやっていけばよかったのに、これ、やって犯人はやってないんですよ、これは。まあ、面、ま、倒、あ、くさかったのかもしれませんけども。うん、で、だから、だから、全然頻繁に利用者が来てたわけじゃないので、そんなに、ひっきりなしに夜間銀行に物入れてるわけじゃないので、うん。 だからなんかタイミング見計らってやっぱ持って持ちされたと思うんだよねだからね <laughs> うんあのー、それこそうん別にスーツ着てあのやったらあ銀行のものですって言うからね <laughs> あ,のあの金庫あれ奥行き狭くてねたすぐいっぱいになっちゃうからたまに今返しに来てるんですよって言って。 三和銀行の行為にることがでできたわけですよね <laughs> だってやってないんだからだからまあ要するに夜間金庫事件が発覚してニュースになってまあ世間を騒がせたとえ騒がせたら成功だったということでしかなかったのではないかと犯人の目的は <laughs>。うん うん、そ,れそれで良かったんじゃないか。だから今で YouTube、迷惑 YouTuber と同じようだから、偽金庫を設置、偽夜間金庫を設置してみたって,って、長めにこの角が書かれて動画回してるのでしょうだから、あ、ばれたとかって、ば <laughs> れた逃げようって言って、なんかって、うん。あの、まあ、そんな感じ。 で、犯人は第二の犯行を思いつくんですけどで、簡単に3000万弱が手に入る手に入るとか手に入りかけるってみんな騙されるってことをして本格的に盗もうとしたのではないかなと思うんですけどで大丸事件を起こすんですけど <laughs>、えー、トランクに採空した盗難高とか盗難高とはね、この車からね犯警察ってねたどり着いてないのよこれ用意した車ってであのー、多分こう、車ってだから 警察は調べてるはずなんだよ車検証とか見て誰が持ち主なのかって言ってで基本でこの持ち主のところに行ってるはずなんですよ <laughs> 車検証の持ち主のところにあんたの車があって大丸の,なんかあの三の宮の駐車場で大丸の身代金を入れる車に利用されたんだけどお前犯人じゃねえよなって言って任意どこり引っ張られてる可能性なんだよそしたら盗まれてましてみたいなうちの車盗難です盗難者ですって言ってね で盗難届が出してきてまた振り出しに戻ってるんだと思うんですけどだからその車の線から犯人にたどりつつないといけ言えばこれちまさか盗難車だろうということになりますねで犯人が金に受け取りに来なかったのは現金入りバッグが落ちなかったからじゃないかという <laughs>、うん、だからこの警察がトランクを調べたら床下に、ね、んかベニヤ板が貼ってあってって何じゃこりゃってなっててベニヤ板を調べたら、あのー、この 偽金庫事件の、まあ、ベニヤとと一緒だったとで木目も全部一緒で、あのー、要するにこの偽金庫のベニヤとそのトランクのベニヤをくっつけたら木目が全部一致したと。でカンナかけた後の箱掘りも全部一致したっていうことを発覚したのを、えー、犯人が 知ったと。大阪府警のその鑑識の能力にビビっちゃって、もう二度やらなくなったっていう。これがただこの偽役間金庫事件のオチなんじゃないかと私は思っておりますが、いかがでしょうか。いずれにせよね、犯人はね、金には困ってません <laughs>。別に金に困ってなくて、ただ世間を参加するのがゆり楽しみだっただけなのではないかと。うん。ぶん金のかかったり、今で言うと YouTuber の迷惑 YouTuber のなんかいたずら。 いたずらっても犯罪なんですけど金盗,も盗みかけてんだからだってこれは実際にこの人は多分窃盗容疑窃盗未遂容疑で時効7年で1980年5月に時効成立しちゃってるので犯人は捕まってませんはいえー、でもまあ生きてたとするならばまあ多分まだ生きてんのかなもう80超えてるような気がするんだけどこれ犯人は <laughs> うん 感じですでまあ一応まあどっちにする偽金庫事件にしろ大丸事件にしろ被害額はゼロです。えー、ゼロですのでまああのー、平和な未使い事件なんだなと思ってしまうわけですがこのあと模倣犯って結構出るのよ埼玉とかいろんなところで偽金庫事件っていうのが模倣犯があって全部失敗してるんですね。<laughs> だから俺なんかだから通り沿いにある偽カン金庫事件って多分これ模倣犯のうと俺勘違いしたのかもしれない模倣犯のほうだってあの一般の模倣犯のバレた理由がやっぱり下からあまりにも金入れす,入れすぎちゃって下の方から下の方にこうに置かれてたまってくじゃん袋って下の方に重力でたまってくじゃんそしたらねあの扉のほうがねあの中の袋に押される形で偽金庫が 外に膨らみ出しちゃって、中の袋がボコって出てきてって、なんだこれはってなって,って。えー、見つけ、るっていう。<laughs> でもね、妹とかも,うもう捕まってないんだよね、これ絶対ね。一人自首して捕まったのがいるぐらいで。だからこれ結構もう、あの、世間は騒がしたことは確かに間違いないんだが、 犯人は何にも得ししてませんたただ損しだ損けですよね材料費だけは損しただ,だけっていうこの,この製作費用だけは結構金かかってますとおそらく、はい、<laughs> 今の,今のホームセンターから作っても何数万円ぐらいかかると思いますよこれ作るだけでもうん5万円まではいかないと思います、まあそのぐらいかかる5万円までいかないかな ステンレス板ーって上からするんだろう、う今、買うと。<laughs> ステンレス板ーって。今度ホームセンター行って見に行ってここうかな。2メーター、1メーター角でどのぐらいするかって、うん、感じでございますけど。はい。今日は大阪西アカン事件について解説してみました。皆さん真似するのはやめましょう。YouTube、かユーチューバ r の皆さんもこれ絶対真似しちゃいけませんので、ね。真似しないでください。これダメですよ。犯罪ですから今ね、今割、割今ね、これが同じような犯罪すると捕まるよ。 V、あちこち防犯カメラついてるから。バレるよ。この頃、まだ50年ぐらい前の話だから、防犯カメラってもうないから。防犯カメラってのは、銀行の中には、店内を映すぐらいの、また画質の悪いやつが、しか、設置されてないような時代,時代ですから。防犯カメラって。街中に防犯カメラがない時時代ですから、これが成立、未解決となっただけだって、今これ同じようなことをすると、多分、えー、バレます。 バレます。で、あの、ホームセンター特定された上に、あの、すぐは防犯カメラ、各ホームセンターで防犯カメラ提出しろって言って、怪しいんで、ステンレス板買ったやつが特定されて、です。特定されますので、こいつだみたいな感じで、もうそこで足ついちゃいますから。すぐ足ついちゃいますから。えー、やめましょう。以上です。